第一堤防は日本海軍の軍艦。元は長州藩の発注した3小スクーナー型木造機船。堤防は実艦12市の一つで、幕末では慶応3年にあたる。この年にイギリスで建造された長州藩の軍艦が後の第一堤防と第二堤防となる。長州藩では建造年で命名する決まりがあったため、第一と 第二を付加して区別したと思われる。右上表の要目中、主要寸法は、幕末の蒸気船物語や、公文類さ等による。排水量を125トンとする資料が、多いが主要寸法が正しいとすると、明らかに間違いになる。船体の主要寸法も出典により、異があり、以下に、主な文献の値を掲げる。建造時の歌唱は、 品だと称し、イギリスロンドンで建造、慶応4年1月に、長州藩が購入、当初の官名は堤防丸と呼ばれた。別の文献では、発注が慶応2年で、春高と、日本海港が慶応4年という資料もあるという。同慶応4年2月20日に、明治政府が挑発し、同年5月の寺泊沖海戦で、旧幕府輸送艦、淳道丸を自陳に追い込む。 明治2年3月8日、鋼鉄、陽春丸、春日丸、飛留丸、第一堤防、母親丸、明日、風丸、豊康丸の7隻が品川を出港、函館向かい、5月の函館湾海戦に参加した。明治3年に政府に建納、同年5月8日に、兵部省所管となり、第一堤防と改名された。海軍省報告書では四月十九日に、 山口藩から献上としている。同年5月第1堤防は、イギリスの測量船とともに、南海の測量を開始した。測量は11月に終了し、第1堤防は、神戸に到着した。明治4年5月日清、東、犬以降、第2堤防、流城、富士山、第1堤防で小艦隊を編成する。 明治4年11月15日に六等間と定められた。明治5年5月18日時点で中間隊は日清、猛春、流城、第一堤防、第二堤防、運用、カスがつくば、法の旧席で編成していた。5月10日、第一堤防は再開巡航の警護艦を命ぜられ、5月23日、品川を出港した。七月四日、 第一堤防は、鹿児島港を出港し、7月10日兵庫港に入港、同地で石炭を搭載した。11月26日、第一堤防は、品川に帰着した。1873年1月12日、第一堤防は、艦隊から除かれ、測量艦に指定された。同日に、琉球海岸の測量を命じられ、2月12日に品川を出港した。 また2月13日、各港に常備艦を配置することになり、第1堤防は、品川が指定された7月31日、第1堤防は、琉球海岸の測量を終えて、品川に寄港した8月18日、第1堤防は、測量艦任務から解かれ、8月22日艦隊に、編入された。10月28日、第1堤防は、艦隊から除かれ、 修復艦に指定された。11月4日、第一堤防の修理中は、主戦局の所轄となった1874年9月18日、第一堤防は艦隊に編入された。1875年6月30日時点で、中艦隊は運用、日清、春日、龍城、東、宝省、第一堤防で編成されていた。この年、 ラッコの密漁取り締まりのために、エトロフ島に派遣されていたところ、8月9日に、農務のために進路を誤り、道東西岬に座礁して破壊された。なお当時の艦長は、日清戦争際は、第一ル撃隊司令官となる、坪井構造だった。また1877年12月12日、第一堤防と海洋についての臨時裁判が、開かれている。 ありがとうございます。